兵庫領は、兵武将所管の兵庫の後ろ身である、軍事監視。和君は、つわものの蔵のつかさ、闘病は、無古書。日本書記史長元年上において、難馬に置かれた兵庫色が見える。領政では、左右兵庫と、内兵庫があり、前者には頭、女、大乗、小乗、王族、小族、各一人及び支部二十人、自家長二人。後者には、 有、霊子、各一人などの職員があった。左右兵庫は、元旦に守る、茂る客宴会などの儀礼や戦闘で用いる、儀仗、兵器を色別に棚に安置して、その水筒、爆料、修理などに当たった。兵庫寮の武器管理の責任は重く、儀仗、武器の水筒には、直を必要とするなど厳重な管理下に置かれていた。一方、内兵庫については、 不明な点も多く、天皇御僚の武器を管理していたとする説や、非常に備えて左右兵庫と同様の組織を置いたとする説などがある。その後、大道3年に、監視の整理のために、内兵庫が左右兵庫に分割、合併され、翌年に左右兵庫にそれぞれ姿勢2名が追加された。官票八年九月七日、左右兵庫、造兵士、古水士の四監視を統合して、 兵庫領として、頭、女大乗、少乗、王族、小族、各一人、文みを4人、支部12人などの職員を置いた。兵庫本来の任務としての朝廷における議場、武器の管理、水筒に加えてもと造兵士所属の雑コーとや、古水士所属の古水道を管理し、造兵士が扱っていた、議場、武器の製造や古水士が扱っていた。 古水の教習なども司さどった。庁舎は、安吉見問題西駅に置かれ、歴代の儀場武器などを収めるために、多くの倉庫が併設されていたが、火災などで古くから伝わる、秘蔵の儀場武器などが失われたことが問題にされたという、ありがとうございます。